Guten Tag, 星座チャンネル、リンと、ハンナと、アキと、カズです。ドイツのイメージとかも聞いとこうかな。ミャンマーの人はドイツと聞いて何を思い浮かべるのか。サッカーしかないから。ああ、サッカーね。あまり感じたことあまりない、ジャンミは。そっか、あんまイメージないから。アンナは？あまり知らない。聞いたこともない？かっこいい。かっこいいって言った今。かっこいい、そう。かっこいい男。何アンナ？アンナさん、かっこいい男たち多いと。なんでそんなイメージあるの？ TikTok とか YouTube とかね、見るからジャミの人たちはね、綺麗と思う。ジャミの場所もね、いろんな場所も綺麗。ママは？ドイツ、あ、でもなんか結構日本人も多く住んでるじゃないですか、うん、なんで割と身近ですね。私も友達が何人かいるので。あ、そうなんだ。そうです。ミャンマーだと少ないね、そのジャンルの人とかは。ドイツとかにあまり行かない、ミャンマーは。大体、なんか留学するのがフランスかオーストリアかアメリカか。へぇ。そうですね。あんまりイメージは出てこない。ドイツはね、ソーセージとビールですね。食べ物。いいですよね、それね。ああ、オクトーバーフェスト。ああ、そうだ、そうだ。よくお世話になる。私たちは他の計画がありますよみたいな。何それ。なので今回別に負けても私たちには他の方法があるから、はい、計画がありますよみたいなので。なんか嫌だね、そういうの。いや、ちゃんとしたね、安全で安心で平和な国づくりをしてくれればいいんだけどさ。ミャンマーがアメリカほど銃社会じゃなくてよかったかなって。そうね、あの軍の人しか持てないからね。そう、ニュース読んでて、普段銃を持たない女性、はい、アメリカ人ね、はい、あまりにも危ないから護身用の銃を買ったっていうニュースを読んで、なんか私は用意するほどではない、まあ用意できないっていうのもあるんですけどね。なんか、うん、アメリカ怖いなって改めて思いました。なかなかね、本当に、うん、護身用の銃を買うってないじゃないですか。私見ました、あのアメリカであの銃は売れ切ったみたいです、うん、あの昔の人たちはあの前回の選挙より今回はちょっとややこしい、ちょっとうるさいなってみんなが言ってる。あ、そう。ミャンマーの選挙はね、前回よりは今回はいろいろ大変なとかうるさいなとかよく言ってますね。そうなんだ。あんな、どうしようか。私大丈夫、外に出ないから。あんな、でもなんか銃とか撃ちそうだよね。どんなイメージ？それはあんながいつもゲーム PUBG してるからですか？そうそう、アサルトライフルをぶっ放すみたいな。アーミーの服ちょっと似合いそうだよね。なんか、はい、そうあれ、あれすごい似合うよね、多分。そう、勝手なイメージだけど。ミャンマーってサバゲーないんですか？サバゲー？わかる？サバイバルゲーム。あんないつも PUBG やってるじゃん。あ、はい。あれをね、リアルに行うの。弾は入れずにね。カラーペイントでバンバンって打って、当たったら汚れるとか。ああ、ありますよ。ヤンゴにもありますよ。そう。ヤンゴにある。ヤンゴにも、ジャンシンシティにありますよ。あ、ジャンシンシティの中にあるんだ。はい、でも私は、やったことない。もうちょっとね、あの郊外に出るとね、あれがあるんですよ、はい、ペイントじゃなくてカラーボール、ボールじゃないけどちょっとそんな当たっても痛くないやつね。ただめちゃめちゃ熱くてめちゃめちゃ脱水症状になりやすいから気をつけて。ジャンクションシティにします。あ、ニュースじゃなくて最近ね、私すごくハマってる映画。映画、うん、はい、日本の映画。何の映画と思う？まだアニメ？あ、アニメじゃない、映画。アニメじゃない。まだ終わってない。女優さんも俳優さんもすっごくっけ、すごく日本に行きたい。なんだろうね。まだまだ和菓子だよ、和菓子の映画。え、どんなやつ？
知らないの。私たちはどうかしてる。私たちはどうかしてる、はい、それね、僕に対して言ってる。どんなストーリーなの？和菓子職人ですね。そうです、大好き、本当に大好き、すごくハマってる。仕事してない。おい先生、リポベよ。私も見たい。ポベメ、ポベメ、本当にね、あの俳優もかっこいい、あの女優さんもすごくかわいい。あとはね、びっくりしました。びっくりしました、日本の映画もそんなにすごく面白いですねみたいな。もともとは漫画なんだね。らしいですね。うん、それを実写化ね、あの人が演じてドラマにしたっていう。あのね、そう、本当に和菓子を作るのにそんなになんか気持ちを、なんか気持ちとか、あの和菓子についてなんかすごく頑張ってるとか、和菓子ってたくさんの意味が入ってるとか、すごく分かりました。一応ね、あのうちの会社もそれやってたんですけど。はい。でも今ね、もっと分かりました。わらび餅とか。ああ、こういうのだったらあれだよ、僕は作れるよ。わらび餅は？わらび餅もわらび粉があれば作れるし、他にもほら、第1話に登場した目白っていう餅もね。わらび餅は弾力があって柔らかくてトゥルトゥルですよ。うん、そうだよ。あの、教えてくれなくても知ってるよ。和菓子屋さんだぞ。はい、ぜひ食べてみたいです。ようやく興味持ってくれたか。なんかあれだね、作ってあげるよ、そのうち。はい、楽しみにしてます。水饅頭食べたいです。あ、水饅頭ね、いいですよ、作りますよ。あれなんだよ、今公式のサイト、ホームページ見てるんだけど、着物の紹介とかも書いてあった。あ、本当。うん、フォトギャラリーに載ってます。本当だ、本当だ。あれだね、星座みたいだね。着物着てみたい。着物着たいよね。ネパールはね、着物着てサクシー、サクシーな写真撮ったとき綺麗、本当に。着物ですか、浴衣ですか、あまりわからないんですけど、浴衣じゃないね、本当に綺麗、その女の子ね、今のモデル人みたいな。ですか、日本の着物着て、髪の毛もね、やって、もうサクシー。アンナもでは着たいの？やって、私着るときあまり綺麗くないですよ。いやいや、そんなことないよ。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞いたなったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは、レンとアンナとハキとカズでした。バイバーイ。